久保さん、まあ、リズムでしょうね。やっぱ、久保さんと僕の違うところは、まあ、多分ね、僕はあれなんですよね。久保さんより後輩なんですよね。うん。まあ、久保さんは一番最初のね、あのー、投資やってたかっていうと、投資するお金なかったわけですから、ビジネスガンガンやってて、もう、ガンガンセミナーもやってて、こう、パシッってきてね、こうです、みたいにやってたと思うんですけど。 僕は今その時期だと思いますしただまあ,あの40歳になりましたので僕も新しいことをあの、ね、5月ぐらいかなまあこれプロモーションも含めて、まあ、商品売るということも含めて僕も新しいことをやるっていう企画としてやるんですけど、まあ、40歳になったからねだから今後はまあ僕もリズムで毎月毎月商品を売ってきたっていうのはあるんだけども、えー、それは継続しつつプラスアルファ違うことですよね で、その違うことっていうのはまだこれから始めるので収益化になってないので、これから始めることが収益化になったらこのリズムっていうのが多分3ヶ月に一遍とか、半年に一遍とか、まあそっちで収益が上がればね。うん。ただまあ正直リズムを刻みすぎてるので僕の場合は他の人と違って、相当リズムをやってるので、その大変じゃないんですよね。 新商品を投入してセールスするっていうのが別に大変じゃないんですよ。リズムを刻んだことによって。ダンスしまくったことによって、ダンスすることが別にその苦痛でもない,苦痛でもないというか、別にまあ、まあ、なですかね。うーんと、習慣まあ言葉で言うならば、商品を売るリズムが習慣化になっているので、うーんなでんすかね。新しいことを始めたとしてもその習慣は続けるかもしれないですね。うーん常になんか毎月なんか、なんかは売るっていう。 月以個。だって30日あるわけですからね。テレビショッピングなんかは、まあ毎日漫画ずっと放送してるじゃないですか。まあそれに比べると、月に1回のセールスぐらいはやってもいいんじゃないかなっていうところで。まあもちろんやら,なかやらなければお客さんの潜在的な意識としては、まあ、僕もいろいろ考えるんですよ。ねあ。売らなければたまるじゃないですか。ね。お客さんの,その潜在意識。潜在意識っていう表現じゃないですけども、その潜在的なその購買する余力というか。 信用残高というか。で、毎月やっぱ売ってると、やっぱこうか、うん、部分もあるんだけども、でもね、一回考えたことがあって、まあ確かにその理論もあるし、その事実もあるだろうけれども、結局僕が売らなければ、他の商品買うなっていうところなんですよね。この事実もあるんですよ。僕が売らなければ、変な商品を買う。結局、 僕だけのメルマガ僕だけの YouTube を見てるわけじゃなくて、いろんな人のメルマガいろんな人の LINE アッ登録してますから、僕が売らなければ他の人買うかなっていうところで。だから、他の人の、まあ他の人を僕は見てないんで分かんないですけども、まあお客さんの事例で言うならば、まあ簡単に儲かりますよみたいなノウハウを買い漁って結局うまくいかない。で、そこにお金を落としてるわけですよ。いや、だったら僕の商品にお金を落としてほしいなっていうところで、僕がしっかり毎月売っとけば、まあそっちに ま流だからその、まあ詐欺的、まあその内容見てないですけども、まあワンクリックでどうのこうのっていう内容がね、どういうものかわからないですけども、そっち買うんだったら、そっちのお金払うんだったら僕の方に払ってもらった方が多分ためになると思う、僕は思ってるんで、だから僕はそういうマインドで、まあそっちを買うんだったら僕の買えみたいなね。だから買える状態ですよね。常にセールスしてなんか商品売るっていうなんかマインドセットでやってますけどね。 だからね、やっぱいろいろ経験してきて、まあ、結局買ってるんだよ、お客さん。<laughs> お金がない言いつつ、そのワンクリックでね、まあ、ちょっとあの分かりやすく表現すると、ワンクリックで100万儲かるみたいなのを買うんですよ。お金がないと言いながら。で、だまされましたとか言って、僕のとこ来るんですよ。いやいやと、<laughs> 僕に払う、僕のドリアが入ってくれよ、みたいな。 いや、そっちにお金払うんだったら、こう、ドリアが入ってくれよっていうね。結構ね、それめちゃめちゃ悔しいパターンなんですよね。そっちにはお金払うけど、こっち相談する僕にはお金払わないっていうめちゃくちゃ悔しいパターンが結構、何度も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 経験してきたので、<laughs> まあそれはあんまやりたくないですね、もう。うん、だからそういうのもあって、まあ、毎月僕は売りますけど。 まあでもど、どこまで続くか分かんないですよね。新しくやったことがそれが、久保さんみたいに投資がこうメインになってきたらまたあれかもしれないですけど。うん。まあとにかくでもそういう経験があるので、毎月1個ぐらいは別にできますので。うん。な感じですかね。いってらっしゃい。